ミア・ワシコースカは、オーストラリア出身の女優。アメリカ合衆国を拠点として活動している。英語読み、ポーランド語読みは、ミア・バシコフスカ。オーストラリア首都特別地域キャンベラ出身。父親のジョン・レードは、オーストラリア人の画家兼、コラジスト。母親のマジェナ・はシコースカは、ポーランド出身の写真家。姉と弟がいる。子供の頃から、 バレエの勉強をしていたが、2004年から女優活動を始めた。2006年公開のオーストラリアの映画、サバーバンメーヘムのリリア役で、オーストラリア映画協会賞新人女優賞にノミネートされた。2008年以降、エドワードズウィック監督のディファイアンスや電気映画アメリア永遠の翼といったハリウッド作品に出演するようになる。 2009年公開のザットイブニング3でインディペンデントスピリット賞女演女優賞にノミネートされた。2010年に公開されたティム・バートン監督によるファンタジー映画アリス・イン・ワンダーランドのアリス役に抜擢された。ありがとうございます。